親の顔より見たハイパイですね。しかも白髪チュンちゃんとターチャの手にあります。ちゃんとね、ちゃんと1枚ずつあるっていうね、もう安心安全のセットですね。自分で仕込むだけではなくてね、ターチャにも入れるという。あ、でも出ないですね。まあ出ないけれども、まあそろそろ出そうではありますけど。そろそろ出るんだ。トイメンからね、そろそろ。あー、でもなかなか、あー、でもそうこうしてるうちにこっちが揃ってしまった。あ、みんなが打たなかったらね、こっちがメンツと頭揃えるよと言わんばかりのね。あー、しかもハズマポーズしました。 A さんはアイテンバイからの、いや、まあさすがに、あだからアシストなんよそれ。そのターチャがその1メンツとジャント1個作ってる間まで待ってあげてからの、あの全部アシストしちゃってるのそれ。中連にしたいなーって感じですね。さあ、ペー抜いて、ああ、まあ酸素はちょっと中連には使わないんですけども。さあ、というわけで、神茶がちょっと強いかな。神茶がちょっと進化しそうな感じはありますね。だいぶ強そう。で、下茶はちょっと弱いかな。下茶はちょっときつそう。ああ、いいピンポンしました。いいピンポンで。さあ、そのいいピンポン、さ、役はなさそうですね。あ、一応ね、何の間か見ましょうね。銀の間、あー、なるほどね。はい。あ、銀の間ね。オッケー。銀の間、吐く。はい。で、そうですね。吐くか、初引いたら強いですね、神ちゃんね。神ちゃん、吐くか、初引いたら、なんか、いろいろありそうな感じ。まあでも、もう、現在、もう、すでに強いですけどね。あー、で、こちらが、あー、これ、イーソー引いたら、中連ですかね。イーソー引いたら、中連、天杯なんですけれども、さ、イーソー、ちなみに山に2枚います。やばい、2枚いまして、下茶いかわらず役なくて、相変わらず、ああさあ、これ、まあまあ、ちょっと受け入れは広くなって、ああさあ、じゃあ、テンパいいですか、意味がね。役はない。いや、ああさあ、こちら、ああさあ、テンパいい、さあ、イスッチ。さあ、イスッチで、どうでしょうか、さあ、神茶も強いんですよね。ああ、実は、ああさあ、スーピンポンせず、ああ、スーピンポン、ああさあ、テンパいい。スーピンポンでも良さそうでしたけど、見送ったことによって、さあ、テンパいしました。シャア、チュン待ち。じゃあ、チュンが1枚ですね。チュンが1枚と、イーソーが2枚。まあまあ、こっちは別にイスッチどっちもいいんですけど。まあ、どこでもいいんですけど、さあ、どうでしょうか。さあ、しもちゃんはね、まあちょっと振るとね、ちょっと寒いんで、まあ降りては、ああ、じゃあ、ああ、強かったんですけどね、神ちゃんもね。神ちゃんもメホン数アンコウで、なんかドラ4とかでめちゃめちゃ強かったんですけども、やっぱりまあ、中連の方がね、まあ、かっこいいですからね。はい。はい、金の間。あー、なんで毎日天保地方あるんやろな。33万分の1のちょっとレアさがなくなってしまっているんですよね。ちなみによーく見といてくださいね、シリーズなんですけれども、2アンコありますね。現状で2アンコある。まあ、2アンコあるということは、まあ、数アンコとかいいね。したいから。あー、でも神茶強いよ。神茶普通に強い。かなり本質いけそう。さあ、3アンコになりまして。あ、いい感じ引きまして。あー、まあ、テンパですね。まあ、テンパ、リャンピン待ちですね。3アンコ、ドラ1、さあ、からの、さあ、イビス、さあ、テンパイ。あー、そのもんね、あー、さあ、セーフ。さあ、さあ、リーチ。さあ、もう、気合のつもぎりリーチしまして。さあ、E ピンはちなみに、神茶が1枚持ってるだけです。でも、神茶はあの E ピン使うから。あれはおそらく使うので、まあそうですね、山に2枚積もりたいなというところではありますけれども、さあ、染めている。いや、どうでしょうね。トイメンが多分 E ピン引いたらもう絶対必要ないんで。あー、そのもんね。あー、セーフ。さあ、スーピン打ちましたね。E ピン打つかなと思ったらね。スーピン打ったんですけれども、さあ、どうだってことはトイメン。いや、頑張ってね、まあ、持てるのかな。あー、そのポンでさ、まだ耐える。危ないよ、あれ。さあ、誰が振るでしょうのコーナー。誰が上がるでしょう。あー、それは出ちゃうね。さすがにそこでリャンピンがね、頭になったらその E ピンね、もう浮いてるんで、まあ、出てしまいますよね。普通ですね。めちゃめちゃ普通。まあ、トン泣いて、かなーって感じ。役、トイトイ。本一、ドラドラまで行けばね、倍万ぐらいありますけどね。ピンズをここから全部部長としていって、まあ本一、役、トイトイ、ドラドラ的な。まあでも9ピンが重なっちゃったんで、まあそんなね、まあ酸素ポンで、はい。そんな、まあ、染めなくても強いんでね、役といで、まあ、十分な強さあるんで、まあ、それでいいかなっていうところではありますけれども、さ、シャアを抱えてるという、まあ、でもどうなんでしょう、リャンスを抱えないんですね。さ、ポンしまして、でもまあ、そうですね、テンパイは取るみたいというか、普通には、多分、初は打つんでしょうね。できれば、初ね、まあ、引いてほしいところではありますけどね、
さあ、缶入りまして、乗りまして、さあ、缶しまして、乗りまして、先輩、いやいやいや、ちょっと待って、何があった ちょっと待って、あれなんか張ってるさあ、あちらからも缶入り、さあ、乗りまして、いやいや、もう、ビガビガな、めくったドラが確実に乗る能力を持ってましたね。いや、なんかいつの間にかドラ8乗っていつの間にかテンパイしてまたドラが乗ってすごかった。はい、玉の間サブローピンは山6をおいしょ。まあ、その山6は積もれるよね。しかも普通についてドラさんもついてね。なんでこんなに地方ってなんか簡単に出る感じなんでしょうね。普通かなって感じやね。まあ、想像で染めれたら、みたいなところではありますけどね。ピンズ、ドラリアンピンなんで、あまり関係ないんで、ああ、さ、ポンで、まあ、ローピン違う。ローピンではなかった。なんか風か違うな。違う。風じゃなかった。なるほどね。一応、何の間か確認して、銀の間ね。ああ、オッケー、銀の間ね。銀の間理解。だいたいね、なんか、ようわからんところからポンすんなーって思って、何の間か見たら、だいたい銅の間か銀の間なんでね。そこはやっぱチェックしとかないといけないから。さあ、で、トイメンがチュンポンですね。まあ、トイメン役あるからね。で、ドラさん、トイメン強いよ。トイメン強い。で、こっちが役ないね。案の定役ないね。もうでも、親の顔より見たらなく、もう役なしね。もう大体役ないんですけど、さあ、缶しまして、難関で、まあ一応、まあ、酸素ポンでね。酸素ポンで、まあ、トイトイまではまあ持っていけるかなっていうところではありますけれども、ちょっとまあ、逃走ではあるね。さあ、ロード打ちましたね。テンパイ崩しました。はい、テンパイ崩して、まあ、キューピンはちょっと、まあでもね、まあどうでしょう。安牌持ちやんかな。まあ安牌、いやでも多分安牌とかいう概念が多分なさそう。ただ単に持ってるだけっていう可能性ありますけどね。で、トイメンがまだいいシャンデンが。まだいいシャンデン。ドラさんでポンであれなんです。じゃあ、テンパイできました。テンパイできましたが、まあ一応フリテンですね、現状ね。ローソー切っちゃってるんで、フリテンと、まあこれもフリテン。パーピンもフリテンですね。ちょっとこれ、フリテン地獄に陥りそうですね。積もってたね。嘘だったら積もってたんですけど。いや、全然役満の気配がないんですけど。今んとこただのトイトイのフリテンなんですけど。さすがにちょっと厳しいくらいか。さあ、噛んで、いや、もう、ガチ酒さんやん。フリテンでもう連続3巻ずつ持ってるし。